ウィーバーは心配ないだろう。彼女ならきっと大丈夫だ。はい、皆様こんにちは。アラームウェイク最新パートやっていきます。それでは前回の続きですね。ヘリがですね、あ、落ちてますね。どうやら鳥に落とされてしまったようです。バリーとサラは大丈夫でしょうか。ちょっとですね、ここのところ、ここ2週間ずっと体調を崩しているんですけども、現時点でもちょっと治りが悪いので、今回もすみません、ちょっとこう息苦しい声になって、あと咳を込んでしまうかもしれないんですが、申し訳ございませんが、ご了承ください。サラは安堵しかけていた。彼らが事態を収拾してくれるかもしれない。その時突然轟音が耳をつんざいた。何百歩もの漆黒の鳥の群れがヘリのプロペラに襲いかかってきたのだ。機体が大きく傾き、コントロールパネルに火花が散った。サラは瞬時に悟った。墜落する。隣でバリーが悲鳴を上げた。うん、これは落ちるのも運命であった。まあ、いわばアランのせいなんですけどね。まあ、アランのせいではないですけども。あら、燃えてる。大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないですね。こちらが大量の鳥がですね、また私を襲いますね。あいつらかな。多くいるように見えて、実は割と一塊なので、よく見てですね、撃退しましょう。ちょっとフェイントで来てますね。若干フェイントで。おーい、この間も光の中に入ってくるカラスいましたからね。倒しちゃってもいいですね。うわ、嫌なとこに原稿ありますね、これね。いやー、これは痛い。とりあえず原稿取りましょうか。これナイトメアの原稿ですね。チルドレン・オブ・エルダー・ゴッド、作詞オールド・ゴッズ・オブ・アースガルズ。引っかき女、醜い鍵爪に歪んだ歯、波のように奴隷をさらったお前、海へ帰れ。父なるトールの祝福を受けよ。闇と光の戦争に、彼らの歌で奴らの悪事で崩壊をもたらせ。記憶と思想、鋭い爪の漆黒の鳥、太古の神の子らよ、今こそ光で闇に天罰を下せ。ひっかき女というのは、あのバーバラ・ジャガーの、まあ、姿を使ってる闇の存在のことですね。ちゃんとあのおじいちゃんたちもですね、歌にいろいろこのことを書いていたんですね。痛いから抜けよう。ここもひどいな。おい、倒してしまうのも手か。こんな数が半端ねえ。ひーひー、ここはもうこんなとこ見られんわ。さあさあ、抜けましたね。いやー、すごい鳥ゾーンでしたね。まあ一体一体倒せばいいんですけど、時間かかるんで走り抜けてみました。墜落現場は悲惨だったが、どうやら直前に脱出できたようだった。大丈夫そうですね。死体はないようです。フレアガンと、フレアガン使えばよかったですね、今ね。そういえば持ってたな。前回どんな武器を残してたか覚えてないんで。フレアガンあったか。まさかぶっつけ本番でやると何が起きるかわからないね。おっ、バリー、バリー、撃ち
すぎじゃない？待ってろ、今行く。トーン。さらに怒られてるね。ちゃんと当てろバリー。スバシコにはいる？それは惜しすぎるね。俺も無事だぜ。心配したろ。無事交流できましたね。いや全然。なんでだよ。モルドールのメサ。そりゃ面白い。でどこに行くって？ウィーバーがダムで待ってる。まずちょっと補充しましょうか。うん。ライフの弾。でも仲間もいるので、そんなにいいですね。弾は苦労しないと思います。ちょっとこの中も覗いてみましょうか。なんかあったかな。探索。バッテリーとかなかった。あ、バッテリー満タンじゃん。探索する必要もなかったですね。じゃあ行きましょう。本当に夜寝っ転がるとね、咳が止まらないんですよ。ノンストップ咳。咳ってなんていうんだ。恐ろしい化け物。夜通し追われながら丘を駆け上がった。ヘリが墜落した場所、そこはナイトスプリングスだった。バリうまいですね。プロの声優さんみたいですね。もう勘弁してくれよ。まあ光の外はやばいって。回収したからいいかな。あれがダムに行くエレベーターよ。あれか、あれだ。なんか嫌な感じの霧が。あ、早いやつですね。囲まれたぞ。早いやつですね。よし。なんて動きなの。これはきついですね。これは抜けちゃった方が良さそうだ。なんとかしろ。分かってます。だったらこちらも早く抜けてしまうのがきついじゃないですか。はい、お疲れ様でした。まあ早いけどね、その分あの直接的に狙ってこないので抜けられるっちゃ抜けられますよね。はい、お願いします。そしたらちょっとですね、ここでまた補充をですね、うん、十分すぎるほど弾もありますし、まあ、バリーを盾にしてですね、エレベーターを呼びましょう。来るわよ、いい？いいよ。あー嘘だろ。来たわ、食い止めるなよ。分かったわ。いた、どっか来た。向こうからでかいの。こう一発撃って、もう一発撃って、奥のは行くかな。奥のは行かない。そしたら今度はライフ。バリー頑張れ、頑張れバリー。どこ行くのお前。エレベーターってやったら遅い時は遅いですよね。お店というか場所によって、エレベーターによって何分かかんだよっていうエレベーターとかありますよ。なんつうの、誰もいないはずなのに各駅のエレベーターとか、各駅危ないと思ったらこれ使っちゃおう。よし行こう。わ、眩しいな。おい、ボタン押せって。え、あ、俺が押すの。なんか今一瞬止まりましたね。ザ・ワールド、びっくりした。今一瞬止まりましたね。そんな、もうすぐよ。この上からダムに入れるわ。ここからどうするつもり。リバーによれば全員から何かを預かっているそうだ。闇を止めるものだってことは、つまり何なんだよ。トーマス・ゼイン、伝説者の
伝いしたんだ。そうなんですよ。全員はなんで著作がないかというと、ランプおばさんも言ってましたけど、自分の著作をすべてなかったことにしちゃったんですよ。その自分の書いた原作によって自分の存在自体を消した、そういうことでございます。ウェイク、あそこのボタンでドアを開けて。え、これ、あ、押し付けるのね。はい、ボタンを押したままにしておいて。なんかすごいフラグですよね、これ。やっぱりね。おい、アラン、どうなってんだ。ここがダムへの入り口よ。何が起きたの？先にウィーバーを探してくれ。もう着いた頃だ。俺は別ルートを探して向かう。わかった。気をつけて、無茶はしないで。アラン、気をつけてくれよ。無茶しやがって。こっちは大丈夫よ。というわけで、別ルートを探します。嘘だろ。嘘だろ。おい、どうもこのポルターガイストは好きになれないですね。何が来てる？あれなんだろう。電線。よし、まだ向こうにも窓ってる。あれ来れないやつですね、こっちに。バカですね。これは楽だ。デンジャー。おとなしくしてるよ。まったくだ。で、現行です。全員には分かっていた。自ら解放してしまった闇の存在を葬るには自分自身を含め全ての原因を取り除かねばならない。だがそれでも死んだ恋人の目で彼を見つめるこの存在がいつかまた復活する危険性は残る。だから彼は自らを全著作と共に消し去る物語に唯一の例外を設けた。靴箱にしまったものだけはこの世に残ると。うん、今言った通りですね。全ての存在を消すことにしたわけなんですけども、ただ唯一例外を一つ残した。その靴箱にしまったものだけということなんで、この先ですね、全員の唯一残した遺産というのを取りに行きます。あれを隠しているというふうにランプおばさんが言ってましたが、おそらくそれのことではないでしょうか。さてさて、道はこっちか。いいですね、明かりがありました。いよいよダムに行きます。なんか鳥が来そうですね、これ。バカな、バカな。久しぶりですね、もしかしてこの感覚。私が先ほどですね、痛い、激しいダッシュですね。鳥を倒しちゃってもいいかな、邪魔だから。邪魔な存在を倒してしまう。偉いですね、ちゃんと階段はしご登ってるときは襲ってこないという、待っててくれる的な。趣味で釣るか、仕事で釣るか。風に無勢とはこのことだ。サーチライトだけが頼りだった。そうしよう。サーチライト、敵が溶けます。隠れちゃったかな。大丈夫かな。全部やったかな。あ、まだいたね。ちょっと動かない、偉いですね。動かずにちゃんと待っててくれたと。よし、ん、あ、まだいた。ちょっと待って、あ、待っててくれてる。偉い。あ、ライトが来ないんですね、こっちにね。なんかこう射的ゲームみたいになってる。ポーン。
ただ照らされるだけの存在。なんか地味ですね。あそこのあいつ届かねえんじゃね。ライトじゃないと倒せないのかな。ライトじゃないと倒せないみたいですね。やったことないけど。止まってる。うん、ライトで光量を上げないと倒せないみたいですね。そこまでよ、やめなさい。あ、怒られた。そうか、やったことなかったんだけど、銃で倒せなくて、止まり、ライトで光量を上げじゃないと進まないような仕組みだったみたいですね。試してみるもんですねっていうふうに後ろからまた竜巻ですよ。どうすんだっけな。これ確かね、遅いとやっぱり巻き込まれますので急ぎましょう。何回か落ちるかも。アランジャンプ落ちたらごめん。リテイクなしで、あ、リテイクでいきます。前が見えないよ。早くしないと竜巻が後ろから迫ってきます。おお、ジャンプ。あ、危なかった。いやー、緊張感やべ、すぐ近け。バリー、もう体力が。あ、ランプオーバーさんいましたね。いや、危なかった。なんとか、よかった。お友達もね。でも無謀すぎるわよ。音は気にしないで、ここは安全よ。もう何十年も私はこの部屋を守ってきた。ここなら闇は入り込めない。うん、非常用電源もあるし、電球はすべて順番に定期的に交換しているの。なるほど。すごいな。どのぐらい電気を交換してるんでしょうね。定期的に交換。電気ってどのぐらいで切れるんだろうか。でも何十年も守り続けたって言ってましたね。この下に第二次大戦当時の陸軍基地があるの。おそらくここもその一部なんだわ。でも今は私の家よ。すごい、めっちゃ明るいね。ここもすでに照らされた部屋というっていうふうに言ってましたけど、どのぐらい照らされてるのか気になりますよね。さあそれよ、これでもうこの部屋を守らなくて済むわ。そろそろ6番と33番と118番を変えなきゃいけないけど、こんな夜中にはしごに登りたくはないし、もうくたくたなの。あなたに渡してしまえば私の役目は終わるのよ。そのページは幼い頃の俺の思い出だった。だが書いたのは俺じゃない、トーマス・ゼインだった。もう存在しないはずのページ。7歳のアランは眠ることを怖がった。寝ついても悪夢にうなされ、悲鳴を上げて飛び起きてしまう。ある晩、母親が古びたスイッチを持ってきてくれた。クリッカーと呼ばれるそれを使えば、魔法の光がたちまち怪物を追い払ってくれるのだと。しかもそれはアランの父からもらったのだという。父親を知らないアランにとって、父に関するものは全て魔法だった。アランはクリッカーを握りしめ、ようやく安心して眠りについた。あれから数十年後、コールドロンレイクのほとりでアランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み飛び込んだ。めまいがした。アリスにあげたクリッカーがここにある。ゼインが書いたからだ。俺が書いた物語の中で、これでアリスに会える、終わらせるんだ。はい、まさかの
最終兵器クリッカーです。すごい壮大な話になってまいりましたね。エピソード5終了でございます。いよいよアランウェイクも次回が最終章ですね。いやークライマックスです。楽しみでございます。それではまた次回お会いしましょう。次回エピソード6最終章ディパーチャーでお会いしましょう。さよなら。